今ので怖い。面白みがない。面白みがない。本当にその通り。多分そのだと思う。見てないんだ。あ、なんかさっき言ってた3つ。1つ目は顔じゃん。2つ目はそれかもしれない。うん、あ、今言われて気づいた。その通りだ。見たことないやつに気づかされるなよ。いいの、それでいいの。面白いね。面白いでしょう。これ意外と面白いでしょう。面白い。さあ、じゃあ第2弾。ピク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 、第2弾だよ。この動画嫌いな人も楽しんでみてください。さあ、次は、ね、一生かかった。これで独身最後の占いになるのか。なるなる。やばい。独身続くのか。同じ年なんよね。うん、ではやってみましょうか。まず右で行ってみよう。お、はい、うん、汗またいい、ちょっと行くよ。あ、見えてね、やべえな。カメラさ、うん、こっちから撮った方がいいかもしんね。斜めで、これ、お、下カメラ。俺の手がよ、どうしてもよ、うん、じゃあ、まずまた右やで、今度はちょっとまたこっちに逃げてくる。いい、うん、待って、俺が行くよ。ちょっと待って。いい、大丈夫。これはまだこの重みだけ感じ取ってね、これ。行くよ。だ、あ、重いかも。重く感じる。うん、いけるね。さっきは軽く感じたでしょ。うん、さっき軽かった。めっちゃ軽かった。これが、素直代表なの。いや、素直代表。めっちゃ軽、重かった今。ミスターマリックなんさっきさ、こっちだったから見えんかったけどさ、今めっちゃ見えちゃうから、また緊張しちゃうね。集中しろ。はい、はい、はい、頑張ります。とりあえず右でやってみるでね。なんか違う。ん、違う。意外と君、集中するときにいろんなこと考えるんやね。たまにちょこちょこと。確かに頑張ってんだ。すいません。違う、今考えてる。いや、これ考えて当然なんだ、僕とくんの中では。なんで？ん？なんかすごい反応するね。あ、途切れた今。今素直なんでって言いそうになったの。はい、念じて。はい、見るたびに途切れとるぞ。うん、途切れた。あ、今でも気が楽になったせいか、来たね。右でこれか。そう、右でこれかの意味とは。いや、きちんと、俺が今やったのが、この人はきちんと、主婦ができるかっていうのをちょっと試してみただけ。そしたら、あ、できない。つかできない。なんでできないの？今僕がじゃあ、
仕事子供家にずっといる。その何だろうはやめた方がいい、ね、疑問を感じ取る脳みそはそれはその単語だけ言われたら聞いてみましょうよ。そう本当に OK OK。 今のはこの子は、うん、家庭に向いてるのか向いていないのかをちょっと右で見たかっただけ。はい、向いてないと。向いてないと。いやでも、うん、向いてないだろうな。家庭に向いてないというのは何？その男の人と同居すること自体がっていう話なの。単純に主婦としての活動的な。主婦と今俺が見たのは主婦としてこの子は向いているのかっていうのをまず一回解いたらしい。そしたら僕が思った通りの方向に回った。で。仕事って言った時に止まるんかなと思ったら止まらなかったから。仕事もダメとかと。うん違う、ほぼ仕事っていう、ほぼ優先っていう仕事が。ああ分からんね、うん、ほんで子供が生まれた時もこのまま家庭に着くかっつったら着かないって出た。マジか。うん、要は何ちゅうんだろう、その家の中にずっとおるのが嫌っていう。ああああああ、うん、どこ行っちゃうね。どこ行っちゃうね。え、うん、でも言った、私は家家事できないからねって。本当に悪いよって、そのそう何だっけ、条件悪いよって言ってある。絶対やらないからね家事なんて。条件悪いけどいいの。でもやってたじゃん、その一緒に住んでた時。そう。え、でも洗い物しなかったし。全部やってもらってたし。クソだな。じゃあ左で行こうか。さあこの本編。やだ本当に。この本編で行こう。あもうちょっと待って一回切るから。あやだ。図星だね。うん、めちゃめちゃ当たってるそれ。やばいと思う。こいつ私もやってほしいそれ。だそれできるじゃん。できないよ私そんなに。じゃあまたね。よっしゃ。重い、うん、重感じるか。あれ勝手に始めようし。違う違う、これこっち握って冷たくなってない。冷たね、冷たくなってる。なに、ダメなの。ん、冷たくなるってそうねえから。じゃあこれでさっきの重みと。あ、重い重い。え、重い。なんだろう。じゃあ行くよ。行くよ。ちょっと待ってね。うん。これまた何か念じればいいの？うん、書いてあるの？書いてあることを読み、自分の頭の中で、うん、読み返して読み返して何回も読み返して。あ、さっきの前哨戦なんや。これが本編なんや。これ本編。これ紙のやつや。思うのは早いな。あ、すげえ悩んでる。この年でこの年齢は早いのか。気にしなくていいよ。お、すげえ動きもしねえ。
ち動いてないよね、うん、はい、皆さんこれよく見てください。反応は考えて中。なんで考え中なんだろう。書き方悪かったかな。違うやら、この年ではないっていう意味やろ。この年ではない、うん、年数書いたやら。年数だけど、もうちょっとアバウトな感じに秘めてるかもしれないじゃん、うん、ちょっと待って、何歳って書いた方が良かったかな。本当だな、アバウトだな。すげえ悩んでる。じゃあさ、今頭の中でこの年数、うん、アバウトに書いたじゃん、うんうん、これをきっぱり自分で何歳って今は30 2年、今 30?1 じゃあ私は32とか33っつって、あ、頭の中で私は33なら33って言って決めてみ。33で結婚するっていう。私は33です、結婚しちゃってもいいなとかさ、でもいい。あ、OK、それで行ってみよう。来た、うん、早い、うん、めっちゃ細長いね、うん、まあこれがベストだな多分。そうだ、すごい素直すごい、すごい素直こんなに大きく丸やね、いや私もっとちっちゃかったもん、ずっと思いが強いってこと、うん、1回だけすごい勢いではあったけどこんだけ普通やったら手は動くよね、うん、すごい。じゃあ改めて途切りましょうか、ね、ストップしてくださいって言ってみて、はい、言うこと聞かない危ないよね、うん、ストップストップストップ、おはようございます。こんにちは。ごめんね、今撮影中やったで。撮影止まった。じゃあこれをさ、あ、軽い、軽いでしょ。え、軽い、椅子こっちで、椅子をどっちで、めっちゃ軽いの、なんでやろうな、めっちゃ軽かった、2回軽かった、めっちゃ軽かった。ごめんね、もう少しで。さあ、次、あ、いいんだ、じゃん、2年以内、そうアバウトだやっぱりやっぱりやっぱりだね、2年以内のアバウト、これはアバウトだった。で、曲がったのが右、右、右、これ左、左、じゃあだからそう、いや違う、これはだから考えたで、何年にしたの。32で結婚。32、あ、2にしたの。2にした、だって1でもなんか2年以内だから、2年以内だから、ああ、そう、俺も33やった。あ、2にしちゃった話が変わっちゃった。ああ、俺も33で、あ、2にしちゃったあと1年以内じゃないってことだ。じゃで、31でしょ。そう、31だから、31、33でしょ。2だろ、2年だよ、今のとか3年ですかね33年、前じゃ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 、え、何、2年、2年、2年って言ったんでしょ。2年って言ってたんだけど、って言ったら33やん。だって2年で右回りやから、思い違い、そう早かった、ごめんなさい、ダメじゃん、ダメじゃん、ダメじゃん、もう一回やり直し、じゃあもう一回やり直し